わかりました。はい、ありがとうございます。すいません、あと一人だけ。すいません、よろしくお願いします。あ、橋本さん、はい、あなたにお尋ねします。あなたが高齢者の無料乗車券のことをおっしゃってましたが、無料乗車券、地下鉄しますよね。敬老パス。あ、敬老パス。はいはい。それをね、あなたは第1回目の市長選挙の時に、ここへ雨降りの日に来られて、演説された中で、はい、視聴者の皆さんの中からね、橋本さん、あんたがなったら無料パスを廃止するんじゃないか、はいはいはい、っていう声が出た時に、はい、あなたは、いや、それは絶対にありませんとこう言うた。言うた市議から3000円の一般金を求めます。それであんなそれで済んだんかと。思えば次の年は3000円投げていいのかと思えば、1回50円の負担だということに言葉がコロコロ変わるんですよ。そういうことをね、やってて、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、最後まで話聞いてください。あなたの悪い癖やねん。すぐな、弁護士でな、あなたはな、坂井谷太一が紹介した、それや、あんたの行動が早い、すぐに手を打って喋りまくる。だからこの人は立派な人やいた。坂井大使があんたとこ行ったやん。はい。な、まあ、坂井大使のあのおっさんも、ええ年こいて、はい、な、道頓堀に2キロの2000メートルのプール作りますじゃん。税金使いませんからね。税金は一切使いませんから。いや、税金使う使わんにしろな。道頓堀のあの川の上に2000メートルのプール作るって公言したい。800メートルです。うん、それはな、2000メートルじゃないです。いや、それ、最初に2000メートルやん。いや、言ってません。言うてる。あんた嘘つくな。じゃあ、ちょっと冷静に、あのですね、敬老パスは勘違いされてます、今の質問者の方。僕が言ったのは、敬老パスはなくしませんと言ったんです。無料というところは変えますよ。なぜかといえば、これ無料の状態で言ったら、もうお金が持ちません。どうやって120億円のお金出すんですか。だから敬老パスがなくなっちゃうんです。敬老パスをなくさないようにするためにこそ、一部負担をもらわなきゃいけないんです。敬老パスはただじゃないんですよ。税金突っ込んでるんですよ。年間100億円。お世話から最初からそうやったらそれで言うたらいい。言いました。あんたはな。言いました。敬老パスはなくしません。日本の中で、オール日本の中で、無料パスは、ちょっとこういうね、なかなか市民の方がいらっしゃる大変なんですよ、これ。何が大変やねん。あんたみたいな嘘つきの方がってこと大変やわ。あの、そう。あんたな、結構ですから、あの、もう応援しておられて結構です。共産党応援してください。どうぞ。共産党応援してください。ただ、お前に言われんでも共産党です、はい。俺には俺の個人の権利がある。はい、共産党にしてください。もう僕も全部対応しきれません。結構です。すいません。ありがとうございました。この後ですね、あの皆さんね、敬老パスについては僕はこう言いました。これ共産党が同じような質問してくるんです。嘘つきって言うんですが、僕は敬老パスはなくしませんと言いました。ただね、無料をずっとやり続けてたら、共産党の言うように無料をやり続けてたら、敬老パスも持ちません。だから敬老パスを維持するために、一定のサービスを維持するためには、高齢者の皆さんに一部ご負担をお願いしなければいけないということなんです。なんとか今ご負担いただくことによって、今の敬老パスというものはしばらくまだ続きます。で、一部90億円お金使ってたやつを30億円減らさせてもらってね、このお金でちょっと公立中学校の給食とかね、中学校のあのクーラーの方、こちらの方に回させてもらいました。まあこういう事情です。